ジョン・クレイグ・ベンターは、アメリカ合衆国の分子生物学者、実業家。ゲノム研究とその産業利用において、精力的に活動している。ソルトレークシティ生まれ。ベトナム戦争に従軍し重傷を負って帰国後、カリフォルニア大学サンディエゴ校などで生科学を学び、1975年に、生理学、薬学で、PhD 取得。 ニューヨーク州立大学バッファロー校の教授となり、1984年には国立衛生研究所に移った。NIH ではエクスプレストシークエンスタグを用いて人の脳に含まれるメッセンジャー RNA の同定を始めた。こうして得た多数の遺伝子断片配列を研究資源として囲い込むため、1991年に特許出願した。これは 当時上司のジェームズ・ワトソンが多くの研究者から非難を受けたが、結局は有用性の記載がないとされ特許は拒絶された。翌年 NIH を辞め、各種生物のゲノム研究とその利用を目的に、非営利財団であるゲノム科学研究所を自ら設立した。タイガーは1995年、生物種としては初めてインフルエンザ菌の 全ゲノム配列を決定した。1998年には、パーキン・エルマーの出資により、セレラジェノミクスが創立され、ベンターが初代会長となった。1999年には、各国の研究者が協力する公共プロジェクトである人ゲノム計画が進む中で、セレラでは、ショットガンシークエンシング法を用いた自前の HGP を開始した。 これは、ゲノム情報の有料データベースを目的としていたため、多くの研究者の反発を招き、またショットガン法もはじめは非現実的だと言われた。しかしこのことが、結果的には、公共、HGP を加速することになり、セレラもこれに協力せざるを得なくなった。この後2002年にベンターは、経営陣と対立し、セレラを解任された。2006年、 ベンターが設立したタイガーその他の財団は統合されてジェイクレイグ・ベンター研究所となり彼が現会長である。現在は特にエネルギー生産などに役立つ微生物の創出を目的としたゲノム工学に力を入れている。2007年に同研究所のグループはベンター自身の完全ゲノム配列を公開した。 これはほぼ同時期に公表されたジェームズ・ワトソンのゲノムと共に初めての一個体完全ゲノム情報で2倍体ゲノムの全ての相動遺伝子を含んでいる。さらに2008年には最近の全ゲノムの合成に初めて成功したと発表した。2010年5月、ベンターが率いる科学者グループはいわゆる合成生命の作成に成功した初の例となった。 これは、バクテリアの、全ゲノムを含んだ非常に長い DNA 分子を、合成し、別の細胞へ移植することによってなされたものであり、エコード・ウィマーラのグループが、RNA ウイルスのゲノムを合成、結札し、細胞化溶化物の中で、起動させた研究と同様である。この単細胞生物には、それが、合成物である証として、また、子孫の追跡を可能にするため、 DNA に書き込まれた4つのスカシが入っている。スカシには以下が含まれている。全アルファベット及び苦闘点のコード表。研究に寄与した46人の科学者の名前。3つの意味要分。その細胞用の URL。03セプテンバー -2007 ファーストインディビジュアルディプロイドヒューマンゲノムパブリッシュドバイリサーチャーズアット J. クレイグ・ベンター・インスティチュート、ハットザ・ディプロイド・ゲノム・シークエンス・オブ・アン・インディビジュアル、ヒューマン・プロズ・バイオロジー2007号、E254-24-2008 ベンター・インスティチュート、サイエンティス・ツ・クリエイト・ファースト・シンセティック・バクテリアル・ゲノム・ハット・コンプリート・ケミカル・シンセシス、アセンブリー・アンド・クローニング・オブ・ エーマイコプラズマジェノテリウムゲノムサイエンス283191215から20クリエーションオブエーバクテリアルセルコントロールドバイエーケミカリーシンセサイズドゲノムギブソンエトール10.1126サイエンス119719サイエンス2010年6月11日閲覧 サイエンティスツ・クリエイト・ファースト・セルフ・レプリケーティング・シンセティック・ライフ。2010年6月11日閲覧。シンセティック・バイラシーズ・ A ニュー・オポチュニティ・ツー・アンダースタンド・アンド・プリベント・バイラル・ディジーズ・ウィマー、e ・イ・ミューラー・エス・タンピー・ T ・ M ・タオ・ビン・ベルガー・ JK ・ナット・バイオテクニール。2009ディセンバー27-1163から72レビュー・プミド 2 1 5 9 9パブメドインデックスドフォーメドラインクレイグ・ベンター・クリエイツシンセティック・ライフ・フォーム2010年6月11日閲覧ありがとうございます